爆弾がセキュリティに発見された。ドローン回してくるな。あ、強っ強っ強っやってた。こいつつらおう。あ、バケた。サイコローカーいるわ。カット、リージョン。やった、リージョン。バンディットカット。キャッスルカット。今来た。リージョンカット。だだ。上がってるやつ。なんかやった、なんかやった。あーと、これなんだ、わかんねえ。知らない子です。無理だー。おお。くそ。おお、怖っ。おお。おお。ここにいると敵に見つかるぞ。敵部隊が爆弾を発見。守れ。ナイス。このエリアにいると敵が見つかる。俺のカバー神。モンタやった。モンタじゃない、ブリッツかな。モンタかな。なんだこいつ。なんかいいんじゃ、なんかいいんじゃ。強い俺。俺。リーフザ落ち。カメラ壊された俺の。自分の空き部屋で。よっしゃやった。リーフザまた落ちた。ボックスカット。なんかカット。まだいる、まだいる。左、テルさん左、左。あ、敵部隊が爆弾を見つけた。防衛し。あ、それはやばい、それはやばい、それはやばい。死んじゃうよ、アップルさん、俺死んじゃうよ。なに。プラスに抜かれちゃうよ。やっと負傷させた。ざまあ、さらせこら。僕ジャッカルなんですがって。このエリアにいると敵に見つかるぞ。おらはい、だよ、これこれでいいんじゃない。サッチャー投げるからいいよ。はい、リビライ停止してるよ。あ、シャワー入りそう。シャワーにパルス。いや、いいパルス。シャワー入った、はい、投げに。これシャワー殺さないとプラントできないわ。待って、シャワーから射精できてるわ。じゃあ、いい投げるよ。いいタワーの奥ですか、手前ですか。爆弾を見つけた。はい、出れたね、出れたね、出れた。あ、パルス、この裏にいるわ。一応今プラント行ける。あ、これ敵だ、ごめん。おー、バイやってやってやって、ナイスカバー。確かごめんごめん、あの全然味方だと思った。いや俺のしてみたら分かるけど全然味方だと思うよ。こんなんディフューザー見るわ。毎週死んだ。あと1人だ。あさあ、もう設置でおびきたってたよ。ディフューザー拾った。俺設置するよ。俺設置する。俺設置しよるよ。ディフューザーでも多分うっうっうちなうーなうなうーカバーいいカバー。ナウナウ。爆弾解除を開始した。もう詰めてる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 。ナイス。敵部隊はダイリングブーム。あれはアビットのクリアリングミスだから完全に。いやなんか最後見た時そこにいたもん。ナイス。殴んないと壊れへんの。なんで？なんか困ってたみたいだから手伝ってあげた。ここ空いてるとあの逆にあっちから丸見えになっちゃうんですよ。
っぱこれぐらいパンチングの方が見えなくてちょうどいいんで、ありがとうございます。ゲームキューバーいるな、この人。会話できないまま。引き抜け、一人一回。俺の目の前にディフューザー。上カット。ナイス、それ家がだな。それ家がだな。それ家がだな。あ、また CO 入った。家がなわけねえじゃん。アシュロ、アシュロ。カメラ見てたから、俺とテルさんそこで死闘を繰り広げていたの。この人たちあそこからなんか空いてたんだけど。だから あとさ、俺が上のやつやった時さ、それイエーガーだわっていうのやめてくんない？なわけねえから。なわけねえから。こっち、うちについてるよな。ジャッカルって言おうと思ったらイエーガーって言っちゃった。ちょっと似てるじゃん。俺打ち合いながらなわけねえだろって言っちゃったもん。テルさんがクソエッチの味方し。ビンマジで。いやもうこれで殺してた。今なんかオペレーターが一人残っている。あ、踏んだ細道、娯楽で踏んだ細道の方来るで、バー方面行った。ビオッケーオッケー。俺あのタチャンカをミラみたいに使うってあの最強の使い方あるんだよ。テリさん、テリさん、俺これ殺したい。こっち頼む。タチャンカミラやって。あっ、いるほど。やりたいことやったもん勝ち。敵部隊が爆弾を発見。守れ。辛い時はふだってそばにいるそばにいるえ、ふんわりしてんじゃん。懐かしい音。カピタオいるな。光源じゃっけ。ジャニーズ違う。光源ジックス。え、あれ光源じゃなかったっけ。だって光源ジックスじゃなかったっけ。V6 とかだって存在する前からやってるだろ。あれなのかもしれないけど、俺は V6 知ってた。ロング来てたやつ殺した。バイク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 。入ってる。これなんか変なとこ穴開けたでしょ。あ、やってた。誰だこれ開けたの。あ、いって、アビツン痛い。アビツン、はい、あれカットしないと。ここカットしないと。お前のエイムゴミなんじゃない。いや、もう無理だ。もう敵部隊が1人残っている。プラスワン、エルミット、ロング、アッシュ。あ、もうロング走ってる。祭壇まで行ってる。祭壇の方行ってる。ロング。目と目が合う瞬間。嘘つき。嘘つき。これやべえぞ。目と目が合うだから。でもフォックスさんの画面見たら明らかにロング行ってたのに。確かに走ってるような気配はしたけど、でも確証が持てないから俺は何も言わなかった。完全に B ちゃんの後方です。だってあのトラップドアの横一列のとこで服まで見てたよ。ほら光源氏じゃん。光源氏だって、それはでも正直もう申し訳ない、ジェネレーションギャップだわ。そんなジェネレーション離れてねえだろ。離れてねえだろそんなに。離れてねえだろそんなに。ジェネレーションここであるから。だからジェネレーションの壁だよ。勇気 100% バカぶってんじゃねえぞ。26歳だもんね。2倍から32歳だよ。そう考えるとすげえな。2倍したら42歳だよ。やべえ、やべえ、今マジか今の。やべえ、やべえ、マジか。マジで今のツイッターにあげよう。ユーザーが移動してきました。デルルシャン。はい。デルルシャン。ツンチャチャツンチャチャ。デルルシャン。うえ。何？いや、テルさんのテーマをちょっと作ってみた。どう？ありがとう。